盲京神社は、日中戦争期に、盲古連合自治政府の首都カルガン口にあった神社。1940年9月に、同地で、事故死した、北白川宮永久王など与柱の神々を祀っていたが、終戦後に廃絶し、王の霊は、靖国神社に合祀された。また、チャハル作戦での戦死者を検証する、盲京中霊島が隣接していた。現在、 両者のあった土地はそれぞれ勝利公園と列士両園になっている。西北研究所に限らず、当時日本の機関、団体に所属する者は国籍を問わず、盲教神社参拝を義務付けられていた。研究員の藤枝明によると、前輪教会には海民同じ塾を卒業した女性事務員が在籍していたが、 イスラム教を信仰していた彼女までもが、当たり前のように神道の盲教神社へ参拝しに行っていたという。神道家の小笠原正蔵は、祭人の決定を聞いた当時、日本の外務大臣に意見書を提出し、モンゴル人に日本との精神的一体化を強要するために、盲教神社にチンギスハーンを祀ることが、蒙古民族をラマ教より救出し、紐一体の特殊地域を強化する。 政策的検知よりするも極めて重要なると主張した。チンギスハーン神社の持論はしばしば展開されたが、結局それは聞き入れられなかったという。ありがとうございます。